皆さん、こんにちは。昨年の G1 クライマックス優勝決定戦で、ノアからエントリーされた清宮海斗選手に共闘を提案され、初となるノアへの国内武者修行に出た大岩良平選手。ノア参戦からヤングライオンおなじみの黒のショートパンツからシルバーを基調としたロングタイツにコスチュームを一新し、新たなスタートを切っていました。ヤングライオン卒業後初戦の9月3日のノア参戦から約7ヶ月が経過し、着実に経験を積んでいる中、本日4月14日の品川大会で大岩選手は丸藤直道選手とシングルマッチを行ったのですが、試合後丸藤選手からはまさかの引き抜きとも言える発言が飛び出していたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。昨年 1.5 で同期の藤田康生選手がヤングライオンながらにザック・セイバージュニア選手からの勧誘で TMDK に加入しエリート街道を進んでいた中、大岩選手に転機が訪れたのは昨年の G1 クライマックス33でのこと。ノアからエントリーされていた清宮海斗選手とタッグを組むようになり、日に日に好連携を見せるようになると、 8.13 の G1 優勝決定戦の第1試合に出場した2人は矢野徹、オスカーロイベ組と対戦し勝利。タッグを組んで4戦目にして初白星を挙げ、並んでバックステージに現れた清宮選手は、よし、 OK、 G1 クライマックス最終戦無事終わりましたと話すと、やっぱりいいですね、大岩選手、タッグ組んで隣で向上心を感じました。ノアと新日、本人が良ければ自分と一緒にノアでやってみませんかと呼びかけました。この言葉にチャンスをくださってありがとうございます。自分も清宮さんと同じ気持ちです。よろしくお願いしますとノア参戦を快諾した大岩選手。清宮選手が2人で行けるところまで行きましょうと言って満足げに去った後、自分は強くなってこのリングに帰ってきますとスポット参戦とみられるノアのリングでの成長を誓っていました。正式にノアへの国内武者修行が決まると 9.3 大阪府立体育会館大会に初登場し、清宮選手と組んでザック・セイバージュニア、小川義成組と対戦し勝利。大岩選手はこの試合からシルバーを基調としたロングタイツにコスチュームを一新しており、新天地で最高のスタートを切ります。バックステージで大岩選手は、今日から新しいプロレス生活が始まるわけで、その第一歩今日しっかり勝って、これからも清宮さんと上を目指してこのノアのリングで歩いていきますと初心表明。清宮選手も良平の頑張りを見ていたら、こんなところで負けてられねえなって思いますよと若き新パートナーに刺激を受けていました。しかし同じ新日本のザック選手からは大岩選手へ愛あるダメ出しがありました。自身のスタイルがノアで学んだこと、ノアがあったからと自身の飛躍の経緯を踏まえ、大岩選手もまだ若くてこれからの未来であるとした上で、今日はちょっとがっかりした、彼にとってチャンスなのにこのような試合になってしまった、大岩はチャンスをつかんだからもっともっと頑張らなくちゃいけない、本当に頑張ってくれと物足りなさを指摘し、二人に対して言いたいのは、周りからすごいチャンスを与えられている状況にあるのかもしれないけど、そこにうぬぼれがあるのかもしれない、二人ともに言えることだけど、今まで僕が教えてもらってきたことを同じように今度は僕が教えていかなくちゃいけないのかなと思っていると若い未来に課題を突きつけ、さらなる成長を促していました。その後大岩選手には幾度となく成長を見せるチャンスが舞い込み、ノアへの修行の最中、新日本プロレス 9.8 後楽園大会で TV 王座に挑戦する予定だったボルチンオレック選手の欠場に伴い代打として出場、11.4 で清宮選手とのタッグで GHC タッグに初挑戦。同月には新日本プロレスワールドタッグリーグ2023にエントリー。バレットクラブのゲーブ・キッド、アレックス・コグリン組と対戦しリングアウト勝ちを収め、初戦を白星発進。11月28日の名古屋国際会議場大会ではメインイベントで海野翔太、成田蓮組と対戦。全員が20代というメインイベントは、海野選手のデスライダーの前に大岩選手が屈し敗戦するなど、結果としてワールドタッグリーグは2勝に終わり決勝進出を逃しました。
規格外のタッグを目指す2人はなかなか思うような結果が出ていなかったのですが、今年開催されたノアのビクトリーチャレンジタッグリーグにエントリーし、優勝予想に名前が上がらず、一時はリーグ敗退の危機にありながら、勝ち点9でドラゴンベイン、アルファウルフ組と並び、直接対決の結果で上回り決勝に進出。決勝の相手となったのは、レアルのティモシー・サッチャー、サクソン・ハック3組。決勝はお互い譲らない死闘となり、終盤に清宮選手がハック3選手のキックをキャッチし、ドラゴンスクリュー、そして師匠武藤圭司さんのプロレスラブポーズを出してから変形シャイニングウィザードを炸裂させ、22分24秒、ハック3選手から3カウントを奪取し優勝を飾ります。清宮大岩組は 3.17 の横浜武道館大会でジャック・モリス、アンソニー・グリーンの持つ GHC タッグ王座に挑戦が決定するも、清宮選手の練習中のアクシデントにより挑戦は一度流白紙となります。しかしビクトリーチャレンジタッグリーグで引き分けに終わった剣王大和田優組との次期挑戦者決定戦に勝利し、再び挑戦権を手にし、 4.7 エディオンアリーナでジャック・アンソニー組に挑戦しますが、大岩選手がジャック選手のタイガードライバーに沈み、王座奪取とはなりませんでした。タッグとしても個人としても成長をファンから見守られている大岩選手、いつ新日本に戻ってくるのか注目されていますが、 4.14 のは東京品川大会、大岩選手は丸藤選手とシングルでぶつかりました。序盤から丸藤選手相手に切り返し合戦で渡り合って修行の成果を発揮するや、強烈な逆水平を浴びてもひるまず、逆にショルダータックルですぐさま反撃し、倒れ込み式ボディープレスを投下するなど、得意の肉弾殺法で攻め立てた大岩選手ならばと、丸藤選手は腕攻めで反撃、あらゆる拷問技で大岩選手の左腕をいじめ抜いたのですが、大岩選手も屈さず、逆にサイドスープレックスでぶっこ抜いて反撃に転じると、ダイビングの倒れ込み式ボディープレス、白縫いを切り返してジャーマン、そしてアナコンダスープレックスと猛攻に出ましたが、丸藤選手も大岩選手必殺のドクターボムを着地するや、フックキック降雨のコンボで逆転。大岩選手も続く新降雨を回転足折り固めで切り返したものの、丸藤選手もさらにジャーマン式の丸め込みで切り返し3カウントを奪われ、大岩選手は丸藤選手のプロレス脳にかなわず、最後は巧みに裏の裏をかいた貫禄勝ちとなった丸藤選手は、試合後は大岩選手を称賛するも、かなり衝撃的な発言が飛び出しました。いやいいよ、新日本プロレスだから褒めたくないけどさ、いいよね、いいよ、もう家に入っちゃえば、大岩家に入っちゃえば。でもさ、彼がいつか自分の団体に戻った時にノアでこなした試合の数々が良かったって彼に思ってもらえるように、俺たちもさ、まあ言うなれば外敵の若い選手かもしれないけど、プロレス界の未来だから、いや素晴らしいと思うよ。ということで、今から大岩に入団の交渉してきます、行ってきますと引き抜きとも取れる発言を口にしたのです。一方の大岩選手は、畜生、今日はしっかり3カウント取られたよ、でもリング上で丸藤さんがもう一回やろうって言ってくださったから、絶対次にやるときは俺が逆に3カウント取ってやる、こうやって丸藤選手とシングルマッチやらせてもらえるのはノアに来た武者修行のメリットだと思うし、しっかりこの経験を自分の中に貯めて、もっともっと強くなって一人前のプロレスラーになってやるとノアでの成長を誓うとともに、新日本への凱旋を見据えていました。この丸藤選手の発言にネットでは、大岩君の意思が最優先、彼がノアさんで経験を積んでその上で移籍したいと思うなら寂しいし悲しいけど尊重する、団体からもファンからも大事に思われて熱いアプローチを受けていても、ここで彼がそれでも俺は新日本プロレスの選手だって断言してくれたなら本当に嬉しいなと心から思う。大岩君がノアに移籍するかもだと、そんなの許さんぞ、彼は新日本の大事な大事な選手で、可愛い子には旅をさせよってノアに修行しに行ったんだぞ。大岩に移籍の打診、最近なんかもうめちゃくちゃだな、綾部の全日移籍みたいに。大岩本人がノアへの移籍を望んでるならともかく、今ノア側からマスコミの前で
言うことではないと思うんだけど、本当のれんは距離を置くことにして正解だったのかも、など意見は様々なようです。新日本では過去に井伏康太選手が DDT とのダブル所属という例もありますが、正直なところノアでの成長を新日本に凱旋しどのように爆発させるのかを期待している身としては、ダブル所属というよりも新日本一本でいてくれる方が嬉しいというのが本音です。大岩選手の意思次第ですし、その時の大岩選手の決断を否定はできません。丸藤選手のリップサービスとも取れますが、もしかすると意外な展開も待っているのかもしれません。今後も要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。